頭痛に悩まされている人は多いですが、実は頭痛には様々な種類があるのをご存知でしょうか。主な頭痛の種類には緊張型頭痛、偏頭痛、群発頭痛の3つがあります。緊張型頭痛は最も一般的で、頭全体に圧迫感を感じるのが特徴です。偏頭痛は片側の激しい痛みと光や音に敏感になる症状が現れます。群発頭痛は目の周りに激しい痛みが起こり、特定の季節に集中して発生することがあります。頭痛の原因は様々ですが、ストレスや姿勢の悪さ、緊張、脱水などが代表的です。治療法としては休息を取ることや鎮痛剤の服用、ライフスタイルの改善などが挙げられます。予防には十分な睡眠と水分摂取、ストレス管理、健康的な食事、正しい姿勢の維持が効果的です。頭痛が突然始まったり悪化し続けたりする場合は、医療機関への相談をおすすめします。